よいしょ。始まってるんですか。あ、もう撮ってるよ。俺投げられねえんだよな。なんで喋らないの。ない。手話。へえ。どうもおはようございます。うたるです。いつもご視聴ありがとうございます。ここは若洲海浜公園ですね。人工磯のところに来ております。今日は、カズチャンネルのカズさんに、連れてきてもらいまして、初の、シーバス釣りということで、やり始めております。いや、なかなか一匹釣るのも大変みたいな感じなんで、今日はちょっと釣れるかどうかわからないんですけども、やっていきたいなというように思います。なんで喋らないの。ない。手話。これだけ消せるんですよね。消せる消せる。消さないけど。たくさん変なこと言えばいいですね。5秒ぐらいに1回ぐらい変なこと言ってれば。放送禁止用語。最低。いいじゃないですか。ダメだね。いい感じですね。カルさん、なんで釣り始めたんですか。釣りはうちのばあちゃんがやったんですよ。ばあちゃん？はい。じいちゃんじゃなくてばあちゃんが。じいちゃんじゃなくてば、じいや、それで小学校の時に連れられて行って、それが始まりです。ばあちゃんに連れられて行ったんでしょ。ばあちゃんです。なかなかないパターンだよね。じいちゃんに連れられてんだろうけど。まずありがとう。これ使わせていただきますんで。これ面白い話だ。これ使わせていただきますんで。あ、ちっちゃいか。来たの？ちっちゃいやつか。あんな感じ。ちっちゃいやつだ。マジで？ちっちゃいチーバスだ。嘘だ。ドラグをちょっときつめて。いつのパターンか。ドラグちょっと持ってかれちゃう。あ、持ってかれてもドラグ。いいドラグ。人の顔の前でも。ドラグこれ。ああすごい。あ、これですね。これ。これ勘違いするんですよね。頼むよ。厳しいね。丁寧にいきますよ。一頭一頭丁寧に。うまい。もう朝飯だね。本当に来ましたよ。あ、そう。フォール中に来ました。2回。さっき嘘をつかれたから。いや、本当です。今グッと来ましたよ。こうリフトしてこうフォールした時にグッと引かれたんですよ。それグッと合わせたら外れちゃいました、ね。
2回行きましたけど。バイオリンみたいですね。俺ほんと今鳥が鳴いてると思ったら。時間は8時30分ですね。まあ、もう終盤ですね。まあ、当たりもないし、もちろん今日は釣れてないんですけども、まああとラスト何本か集中していきたいと思います。これから夕まつめにかけて頑張っていきましょう。いやいや、もう帰るよ。夕始めってあと何10時間ぐらいやんの。今日はちょっと渡るさんにちょっと渡したいものがあって持ってきました。これです。何ちょっと渡したいと思います。ラブレター。ちょっとこれ、ね、車の中ではちょっとあれなんですが、ちょっとやっぱ俺、おマダイ、ちょ、あ、なんか名前札だ、マダイってやつと、タイを釣るのは大変です、期待しています、タイだけに、 YouTube 釣りチャンネル、カズチャンネルとかっていう、こんなキーホルダーと、キーホルダーとカズチャンネル特製ノベルティグッズいただきました。あとこれ部屋に飾るようにでかいのも作品ですかね。お部屋に潜入価値ですよ、これ。あ、やばい、ニフラついて。